ビサンティン美術は5世紀から15世紀の東、ローマ帝国で発達した美術の体系。古代のギリシア美術、ヘレニズム美術、ローマ美術を継承しつつ、東方的、キリスト教的要素を含んだ独特な体系を生んだ。日本ではビザンツ美術と呼ぶことも多い。ビサンティン美術の例、アヤソフィアにある、キリストと11世紀の皇帝コンスタンティノス旧政夫妻の モザイクがビザンティン美術と呼ばれる美術の範囲には、東ローマ帝国の内部で制作された美術作品のみならず、その勢力圏にあって強い影響を受けた、ルーシ、ブルガリア、ベネツィア、南イタリア、シチリアなどの美術も含んでいうことがある。顕著な特徴は、同時代の西ローマ、西ヨーロッパの美術に比べて、東方的な要素を多く含んでいる点である。ビザンティン美術は、 非常に優れたモザイクが生んだ。宗教画は、様式化され、写実的な描写に乏しいとされるものが多いが、末期のパレオロゴスアサルネサンスの時期には古代ギリシア文化の復興を受けて、写実的なフレスコ画なども多く描かれた。これらの独特の宗教美術や、ドームを特徴とする建築様式は、今でも正教圏各国に受け継がれている。帝国の滅亡後も、 その影響はギリシャなどの正教会の諸国に伝わり、東ローマ帝国を滅ぼしたオスマン帝国のイスラム美術にも影響を及ぼした。また、末期の写実的な画法はイタリアルネサンスの絵画にも大きな影響を与えた。また、かつては宮殿に皇帝の戦勝などを描いたモザイク画が描かれていたが、宮殿は帝国滅亡後に破壊されてしまったために、現在では、 コンスタンティノポリスの大宮殿の床を飾っていたモザイク画の一部が残っているに過ぎない。これらは宗教画と違って古代ギリシア以来の写実的な技法で描かれている。世俗の絵画はほとんどが失われてしまったために宗教画の特徴のみがビサンティン美術の特徴として伝わってしまっているが近年これは誤った認識ではないかと言われてきている。 イエス・キリストに加冠される皇帝コンスタンティノス7世、10世紀の造下、浮き彫り東ローマ帝国においては、丸彫りの彫刻というものはほとんど作られなかった。この傾向はすでに古代ローマ帝国の末期から始まっており、古代ギリシャ・ローマ時代にはよく見られた人物像の彫刻は制作されなくなり、だんだん浮き彫りのみとなっていった。これに伴い、その制作技術も低下し、 失われていった。これは、偶像崇拝を禁じるキリスト教が国教化し、その影響が強まったためだと言われている。6世紀の皇帝ユスティニアヌス一世は、自らの銅像を、首都コンスタンティノポリスの宮殿前広場に建てさせたが、その彫像も古代の他人の像を改作したものであった、らしい。結局、 8から9世紀の製造破壊運動が集結した後もキリストなどの像は作られず平面なイコンや壁画のみが制作されたルーマニアの切手ルーマニア国立歴史博物鑑賞像のビサンティン時代のエンコルピア製造破壊運動の時期に身につけるゴフは成人の像などではなく十字架が奨励され小さな十字架を鎖につないでネックレスのように吊るすことが流行したこれを エンコルピアと呼ぶ。最高級品はエマイユで作成され、8世紀にはエマイユクロワゾネと呼ばれる技法が用いられた。これは黄金の土台の上に金銭を誘着させ、その上に粉ガラスを置いて熱し、研磨するもので、ビサンティン美術の傑作として名高い。エマイユクロワゾネはエンコルピア以外でも王冠や生意物容器の装飾にも用いられた。900年前後には、 技法がかなり宣伝されるようになり、さらに後には大型の作品が見られるようになる。こうしたエマイユ・クロアゾネの最高傑作とされているのが、リンブルクの聖異物容器である。これは皇帝ロマノス一世イレカペノスの書士で、ロマノス二世時代からバシレオス二世の知性の、初め頃まで事実上の最小の立場にいた宦官,官バシレオスのソースが作らせたもので、 コンスタンティノポリスの陥落の後、ドイツにもたらされた。それ以外にも、ベネツィアのサンマルコ寺院の祭壇の後ろに飾られた金色のセショ匠パラ道路が、ビサンティン美術の最も純化熟達した作品の一つとして世界的に認められている。ありがとうございます。